こんにちは、サクソフォンの樋口健太郎です。コンクールに向けてサックスの音作りですけれども、腹式呼吸、ゆっくり吐く、それから喉を開く、それから姿勢を正す、それから、口の形、アンブシュアを正しく作る、その、4点を、同時にやりながら、音作りをしてみてください。それから、高い音というのは上向きの息を吐くと出しやすいです。それから、低い音というのはその逆で、下向きの息を吐くと出しやすいですね。これも覚えておくと便利だと思います。それから、最後にサックスというのは、4人で、1つのチームというかね、なので、お互いにパートの中で、音程を合わせ、それで縦を合わせて、曲を作っていってください。